はい、今日はね久しぶりにガサガサに来ています。もうガサガサ終わったんですけど、ちょっと動画撮る余裕がなかったので観察の方だけ動画にしたいと思います。今日は我々ついに念願のあのお魚を捕まえることができました。テンション上がったな。はい、それはまあ最後にでいいかな。はい、とりあえずまずはこれ、石亀、日本石亀です。ちょっとね甲羅ボロボロで足もこれ片方ないんですよね。うん、なのでこの子はかわいそうなので持って帰ります。うちの亀ハウスに入ってもらおうかなと思います。はいはい、それと外来種たちですね。アメリカザリガニと、あとね、じゃあ挟まれへんね、ハサミ取ったのかな。はい、これ特定外来生物です。ブルーギルが2匹、いや3匹、え、もう1匹おるの。はい、まあとりあえず取れてます。はい、はい、続きましてスジエビです。スジエビたちです。なんかようわからんけどめっちゃでかいスジエビがめちゃくちゃいました。いっぱいおったで、これは最後に紹介する、まあある、うん、生き物を餌にしたいと思うんで、はい、はい、持ち帰ります。あ、チビザリ入ってる。チビザリの死んだやつなんですか。はい、続きまして及川です。今日はね及川もたくさん取れたんですけど、その中でも一番大きい1匹だけ紹介しておきます。色が全然ない。メスか、メスかな、わからん。はい、こんな感じです。はい、さあ指あ、よい、 OK。 はい、続きましてリオイです。このサイズいいね。うん、うん、結構鱗も綺麗し、うん、持ち帰ろうかなと思ったんですけど逃がします。はい、はい、まあとある魚を捕まえてしまったからね。うん、はい、入れるとこはないもんな。うん、持って帰りたいけど逃がします。はい、はい、はい、続きまして親にらみです。はい、なかなかいいサイズの親にらみが今日は取れました。はい、はい、これ誰が捕まえたんやろ。はい、そらくんが捕まえました。こちらはですね、こちら、国内外来生物になるんで持ち帰ります。はい、以上です。はい、浮き栗です。浮き栗はまあよく取れるんですけど、お顔を見せておくれ。顔を見せておくれ。ずっと俺の方向き、顔を見せておくれ。こうやってこっちゃう。オッケーオッケーオッケー。顔を見せておくれ。はい、浮き栗です。浮き栗はよく取れるので、まあ、特に語ることはないです。はい。オッケー。はい、島土壌です。なんか絶対向こう向くよな。みんな完全こっち向いてる。まだ向こう行っちゃった。みんな俺の方向いてどうしてんの。うん、ちょっと水濁ってるけど。はい、島土壌です。大きい。これもおそらく捕まえたね。はい、さっきもう一回くるって回して。あかん、あかんや、あかん、絶対向こう、絶対向こう向くや。まあいっか。あ、こっち見た、こっち見た、こっち見た、はい、島土壌です。自分でこっち見た。ちょっと水濁ってるね。うん、オッケー。あ、黒、黒、はい、めっちゃちっちゃいですけど、どんこです。最初薄いのに急に黒くなった。色いきなり変わったな。うん、はい、これはどんこキラーのそらくんが捕まえました。はい、オッケー。さあさあ
ついにあれを紹介する時が来たと、そらくん、はい、僕たちがっていうか、そらくんがずっと欲しいって言ってて、まあ九州に遠征行った時も取り逃がしてしまったあれをやっと捕まえましたっていうのがこちらです。ライギョですね。めっちゃ光ってる。ちょうどね、飼育サイズのいいライギョがね、捕まえることができました。うん、多分20センチないっすね。18センチ、9センチぐらい。うん、20センチはないと思いますね。めっちゃかっこいいっす。これがずっと飼育したくて、はい、ライギョです。真っ黒い。まあ通称カムレチやけど。そうやな。お元気だね。これ。顔はなんか可愛い。観察ケースに入らないんで。さすがに。ここに入れとく。捕まえることができたっす。ちょっとね、模様みたいですけど、結構この子動くんで、ね。はい、お黒白やね、黒白超かっこいい。やばいやばい、飛び出す、危ねえやめとこう。ちょっとこれ触るのは気をつけよう、ね。はい、そんな感じで、まあ、そらくんの念願のライエを捕まえることができました。はい、うん、そらくんが上行こうぜって言わんかったら、ほんまに捕まえられへんかったもんね。そらくんナイスなら、うん、な、うん、OK、 じゃあね、こんな感じで終わっときます。ありがとうございました。はーい。